それでは笹田調教師にお話を伺います。よろしくお願いします。はい、お願いします。こちら、はい、エアスピネル、はい、前走どう見られていましたか？うん、まあね、負けはしましたけど、うん、内外を回った魚ってそう、負けたのはその差じゃないかなとは思ってますけど、うん、だって前回もちょっと武豊ジョッキーがすごい気合い入ってたというか、インタビュー中、うん、もう絶対勝ちたいみたいなことをおっしゃってて、そうですね、はい、負けたけど少し残念という感じですか？はい、それまでの今までのこの中間っていうのはどう過ごされてますか？まあ、前走後9社にそのまま置いといて、前走のレースの疲れを取ってからまたこの来週に向けての、はい、調教ローテーションを組んで今のところ予定通り来てますよ。おお、状態的に今まだちょっと落ち着いてる感じですか？落ち着いてるか、もう今日ね、うん、来週1週間前なんで、はい、ジョッキーに乗ってもらって、強い調教をしたんで、はい、これでちょっと気合が入ってくるんじゃないですか、ね。うん、武豊ジョッキーともお話は何か？うん、落ち着きがあってね、反応も良かったって言ってましたけど、うん、まだ子供っぽい性格は残ってますか？うん、その辺はね、まだ残ってるけど、うんうん、徐々にその辺解消してきてると思いますよ、ね。うん、そしてこの安田記念が最後、東京 G1 最終週になりますが、はい、ババとか大丈夫ですか？この馬は雨降ってもね、大丈夫な馬なんで、その辺は気にしてないですけど、うん、なんかもうここまで来ると不安な面が感じられませんね。うん、不安があったらレースを挑めないんで、不安なくかっこいいですね、はい。もう先生もじゃあゆったりとした気持ちでこのレース見られるなっていう感じですか？そうですね、もうね、慣れてるんであんまり緊張はしませんし、うん、のんびりしてますよ、人間は。人間は馬にとってはポイントとなる部分っていうのはどういったところになりますか？うん、まあ、また東京までの輸送があるし、うん、あとはやはりこの馬ちょっと血統的にね、最後気を抜くようなところがある馬なんで、そこを一生懸命ゴールまで気を抜かないで走ってくれれば、おのずと結果は出てくると思いますけど、うん。これを聞くとちょっと失礼になるかもしれませんが、相手関係っていうのはいかがでしょうか？まあね、やっぱり G1 に出てくるメンバーだからみんなね、ライバルとは思いますけど、やはり前走負けたイスラボニータとか、うん、他にもまだね、G1 はいますし、重賞勝っているような馬もたくさんいるので、はい、そういうのはライバルだと思いますけど、まず自分を整えておくのが一番だと思います。じゃあ今は1週前だけど、ちょっと来週、まあ、今週ですね、見てる方は、はい、ゆったりとした、どの部分を見てたら、まあ、調子いいなと思われますか？調教タイムとか？まあ、調教タイムもですけどね、今週だったらこの調教タイムを見てもらえれば、うん、はい、状態の良さは分かると思います。じゃあ見てる人は1週前のこのハードな調教タイムを見たらバッチリだって感じですね。そうですね、はい。じゃあ最後にファンの皆様に向けてメッセージをお願いします。はい、まだ1週間前ですけど、もう1週間ちゃんと調整して、皆さんの期待に応えられるように頑張りますから、皆さん楽しみにしておいてください。楽しみにしてます。はい、楽しんでください見に行きます、はい